草加中学校では毎年4月に草加中学生全員にビクトリー手帳が配られています。自分の目標や夢に向かって子どもたちが自ら計画を立てて、また行動をして自分で振り返りを行って、楽しく充実した生活を送っております。草加中学生がどのように手帳を使っているか見せてもらいましょう。手帳に毎日の時間割とそれに必要な持ち物を書いて、その授業で必要なものが何かをしっかりと確認しながら時間割を揃えることができています。手帳には毎日の部活で走った距離とか部活でやった練習メニューとかを書いています。私は毎日の出来事を日記のように書いて残しています。手帳には朝起きた時間とか寝る時間と学校の時間割を書くようにしています。一日一日の朝起きた時間と夜ご飯の時間と寝れた時間を赤で書いて、下校時間と勉強した時間は基本青色の分けで統一しています。色分けをすることによって後から見返した時に見やすいようにしています。やった授業の内容とか一日の中で楽しかった思い出とかを書いています。毎授業で全員達成をしようっていう目標があって、その日は難しくてあんまり分からなかったから意味分からなかったっていうのを書いて、その家に帰っても忘れないようにしようと思って使ってます。私は生徒会と勉強と部活の両立をするためにそれぞれ色を分けたりして使っています。自分が心に残った先生からのご指導とか、あとはその日までの宿題を挟んでおくと何日までっていうのが一発で分かるので挟むようにしてます。今まではその何を出さなければいけないっていうこと自体を忘れてて、それも思い出せないでいたんですけど、毎日この手帳に書き込むときにそれも一緒に見れるので、提出物ややらなければいけないことを忘れないようにすることができたのが良かったことかなと思います。やらなきゃいけないこととかもこの手帳のおかげでできてるので、とても手帳があって良かったと思います。これしようって決めて、そして書いて挑戦するっていう、こういうリズムがこの手帳によってできたなっていうふうに思って、一日一日今日これやれたなっていうような毎日を送れるようになりました。みんなそれぞれ個性のある内容ですね。草加中学校ではこの手帳で日々の学校生活が充実しているようです。これから帰りのショートホームルームを始めます。ビクトリー手帳は出していますか？はい、ビクトリー手帳出してね。ビクトリー手帳を使うことによって、その目標に向かって、今自分が何をするべきなのか、そういった行動を、判断する力が、養われるのではないかなというふうに思います。子どもたちが大学生活やまた社会に出てからもさまざまいろいろな壁にぶつかると思うんですけど、子どもたちが自ら自分で課題を解決していく力、また物事をどんどんやり抜く力っていうものがビクトリー手帳では培われていくと考えています。小学校を卒業したての中学校1年生から手帳に向かい、一つ一つの目標達成へのプロセスを自分自身で管理することは、今後の人生において大きな力となっていきます。